草野球チームあっぱれ。東京都帰宅連盟一部に所属し、高校、大学、社会人、独立リーグ、NPB などを経験した選手が集まり、今や毎年のように全国大会に進む実績のあるチームとなりました。昨年マツダスタジアムでも試合できました。何度かお話ししている通り、以前のあっぱれはピッチャーがノーヒットノーランに抑えるも自分たちのエラーで負けてしまうというドリフ的な草野球チームだったんですが、ある時を境に兄貴そして徳さんを中心にチームを再編成することになりました。それは2015年の年始、兄貴からあるチーム目標が掲げられました。これをモチベーションにしてみんなの練習する気持ちとか練習試合参加する気持ちとか目標なくして練習試合来いとかね、そんなこと言ってね、来ないなって言うんですけど、これをちゃんとねちょっと今年の目標にしたいわけですよ。そうです、あっぱれで甲子園に行くという目標ができたのです。ちなみに当時のあっぱれメンバーで学生時代甲子園に行ったことがあったのは徳さんと国吉さん。しかし徳さんはベンチで、国吉さんはスタンドで、お互いにグラウンドでプレーすることはありませんでした。やはり野球人である以上、一度は甲子園で野球がしてみたい究極の目標です。とはいえ当時は決して強いとは言えないチーム状況の中、甲子園という無謀ともいえる目標にチームは動き出したわけですが、なぜそんなことを言ったのか当時の話を兄貴に聞いてみました。まあ当時っていうか今もそうやねんけど、高校野球やったらさ、まあ甲子園行こうぜとか、まあ行けなくてもね、はい、目標があって、で例えば高校野球で甲子園っていう目標が、実はほとんどの高校がさ本能的にはいけないって分かってんねんけど、でもそこを目指したりとか、まあもしかしたら大阪大会の準々決勝行くでも何でもいいねんけど、目標がもしなかったとするやん、何も、はい、ならどうやってこれモチベーションを保つのかっていう、あれをこう達成したいから頑張ろうみたいなことって、まあ野球に限らずさ、もしかしたらスポーツに限らずの勢いであるやん。なんとなく毎日頑張れって言われたらなかなか難しいやんか、まあ、特に草野球だと毎週末なんとなく野球楽しみに来て、なんとなく飲んで、なんとなく帰ってまた仕事するみたいな感じですもんね。で日本人用できてるもんで、1年に1回目標設定を変えていくっていうので、こう1年間何かモチベーションを持つっていうので、まあ、その中でじゃあ何をしたら俺らって頑張れるのかなと思った時に、みんなが喜んでくれることと自分がやりたいことってなんちゃら、魂飲んのは自分がやりたいことだったりするんだけど、はいはい、言葉にね、でもその自分がやりたいことって、はい、魂乗せれる言葉でみんなが共感しそうなことってなんかなみたいなことを考えてたら、なんか甲子園行こうぜやったら俺超行きたいしみんなもなんかこれ乗りそうやなと思って結局さ、みんなこんなん考えてきたってなかなかさ、全体のレベル考えたらこんな感じやから、こんな感じでこんなとこみんなで目指さない、いいねーってなかなかならへんもんで、うんうんうん、まあ、俺がやりたいなって甲子園行きたいなと思ったから甲子園行こうぜって言ったら、多分これみんなも行きたいやろうと思ったから、まあどこまで行っても甲子園っていうのは30超えても憧れの場所やから、野球人にとっては、まあ、行ける行けない別として、それを目標として甲子園につながる大会は全部出ようぜ、そこは一生懸命やろうぜって、うんうんうん、目標設定で、行けるか行かれへんかっていうのは、まあ、あの高校球児と一緒で、その目指すことに意味があるっていうことの、じゃあどこを目指すことに意味があるかっていうのを自己設定するっていう、うん、さっき言った通り、あの高校野球とか大学野球とか、まあ、中学も小学校もそうかもしれんけど、あの実業団とかね、都市対抗だったりとか、日本人、はい、ここが用意されてるもんやってするやん。草野球においてはレベルがバラバラやから自己設定するわけよ、うんうんうん、で自分たちで、なんと自分たちで決めて、自分たちで目指して、自分たちで頑張って、自分たちで負けて、自分たちで泣くっていう意味不明な状態が低いとこ置いとけば泣かずに済むかもしれないのにっていう、低い高いとこ自分で設定してそこを目指して泣くっていうさまあ少しほどで山登りも一緒でさ、別にその山を登ろうとしてるの本人なわけでさ、登られへんかったって泣いて帰ってくるって、これ何のこっちゃやねんけどまあでもそういうもんやんか、そういう自己設定、まあ、だから試合の価値は自分たちで決めて、自分たちで演出して、うん、自分たちで一喜一憂してしっかりこう、まあ、野球人生をこう華やかにしていくためには、いやそれ自分で決めてやるから意味ないやんって、そんなことなくて意味あんねんな、自分で決めてやってもね、うん、むしろ
そっちの方がはるかにこう充実するっていうの中で、自分で魂乗せれることとチームのみんなうんって言いそうなことをガッチャンコした時に甲子園行こうぜになる、うん、で行けること自体に もちろん意味あるよ。それすっげえ行けたら最高ってなんだけど、行けなくても目指すっていうところの過程に実は本質があるっていう意味で、その過程を充実させるために目標値を設定したっていうのが2015年か。というわけで、目標を甲子園に設定し、新たに2015年のあっぱれがスタートしました。やはり狙い通り、ゴールが明確になり、各個人がやるべきことも明確になり、明らかにチームは勢いが増していきました。連盟4部から始まったあっぱれ、気づけば連盟1部3位まで勝ち上がっていきます。そしてその年の冬、甲子園がうっすら見えてきたストロングリーグジャパンカップの1回戦、相手は元オリックス山崎投手、元ジャイアンツ八千田選手が率いる小野県ライオンズさん、その年最強のチームでした。しかし自分たちのミス、さらに相手の手堅い叩きの前になすすべなく敗戦。甲子園は翌年以降に持ち越しとなりました。しかし翌年、その敗戦からチームはさらに力をつけていきます。ベンチ関係なく個人個人が役割を全うしていく、今のあっぱれの礎が築かれたような気がします。時に逆の足を上げて打つメンバーがいるハンデを背負いながら、ちなみにバスターエンドランを完璧に決めていた国吉さんはこの年、結婚式で奥さんへの思いの込めたオリジナルソングを作り披露するために、ノンノンノンマンマンマン、ボイトレ教室に通っていました。本番ではそのボイトレの成果を完全に消し去った歌声を披露。そんな歌声に乗りながら、あっぱれは帰宅一部で準優勝が、そんなあっぱれを語る上でやはりスルーできないのがこの方、不動の一番打者として活躍していたクーニンさんです。そのポテンシャルの高さから、こんな風にいきなり先頭バッターが長打を放っていく、そしてこの足の速さ、それが際立ったのがこの試合。詰まって打ち損じた打球、それがセンターの前に落ち、その間に一気に二塁を陥れていました。さらに珍しい映像がありました。相変わらず先頭バッターホームランを放つクーニンさん、そんなホームランを打って出迎えたのは、なんとネクストには私ライパチです。貴重な2番バッター時代、さあ続くことができるか、ダーンと詰まってレフトライナー、あれ、さらに3番はなんと特産です。しっかりとホームランを放っていました。こういう時代があったんですね。でそんな風人さんをあっぱれに入れたのは、そう、兄貴だったんですね。なんかジムでトレーニングするみたいな仲になって、うん、ほんで、まあ、一緒に野球やろうかって話になりの、なんかそうやってあっぱれに、まあまあ、俺という人脈を伝ってきたっていう感じやね。はい、まあ、声かけたのもあんねんけど。ほんで来て、まあ野球をこう、まあ、最初だったかな、身体能力がやたら高いっていう。はい、首から上っていうよりは首から下で野球をやる感覚やって、当時はね。あ、本能で動いてる感じですかね。うん、なんか一塁までの到達の速さとか、はいはい、その遠投何メートル投げるとか、数値化するものを結構追い求めるタイプの選手なんだな、うん、
ただまあやっぱ体って衰えていくもんやし、こう深みっていうのは首から上でね、こう野球ずっと続けていくと身体能力を追い求めるのは片っ端やりながら、やっぱりこう首から上とか野球ってものを考えるっていうこともやっぱりやってきた方がいいよねっていうので、まあクーニーもそこは力を吸収していったんじゃないかなと思うねんけどね、うん、もちろん体が弱りすぎると野球にならないし、ただあの体が弱ったと同時に野球の能力が落ちるっていうのもこれじゃあ悲しい話になる。それを補ってあまりあるものがこうね、技術だったり知識だったりが出て身体が落ちても、合計値取ったら30代後半、うん、40代前半が本当にそれこそ全盛期になってましたっていうのが、まあ、うちでは回ってないな。うち出た時ずっと身体能力一本張りみたいな感じだったからな。メンバー方式も全部身体能力の数字で体力テストやもんな感じで。まあまあ、そこやっぱり重視はされてましたね。そんなクーニンさんが対談。そもそもね、草野球チームでみんなで集まって人生を共に過ごそうっていう中で人間成長していくわけとか、はい、ただその中でクーニンがこういうことやりたい、ああいうことやりたい。時に、いやほんまになんか、変なことやったらそれはどうかっていうと思うけど、それは野球チームを作りたいって、それは素晴らしいことよね。人をスケジューリングだったり、まあ、変な、はい、人心掌握したりとか、あ、キャスティングとか起業したらそれは、喜ぶやつとか悲しいやつもいたりとか、その年もええ年になってきて、お人の得たってこう何かコントロールしていくっていうのはもちろんチャレンジした方がいいと思うし、さらにまあ YouTuber として、2つ、ね、違う視点の制作物を上げていきたいっていうのも理解できるから、はい、まあ、それはもう、もう、なんていうの、止める権利、もうそんなの止める権利なんてそんなの言えんぐらい、俺の人生の選択やから、はい、それはもう頑張れという感じやね。だから今でも LINE 来るし、隔週定例で飲ませてくださいとか分かんないかな。そんなんですか。それはもう全然いらんっていうことになる。もはや。ちょっと時代もこんな時代になっちゃったからね。ほんまは月とは言わんにせよ、まあたまに、いろんな情報交換、チーム、野球チームであそこ強いのとか、こうやってうちのチームはやってるんですとか、まあ、戦略を喋ったりとか、あとはその YouTube でどうとか、いろんな話したりとかね。で、クーニーも徳さんも YouTuber として頑張ってるからさ、レジェンドがやってるけど、どうみたいな。はい、いや、すっごい食われて大変です、言うて。おいはっはっ言ってな。笑ってる前じゃない。いろいろ話聞いてあって、そんなあかんわけやん。はい。まあ、そんなんでいくと面白く喋ってる。でも、時にはクーニーズの若い子来たりとか。あ、そうですね。まあ、それと同時にカズローもね、クーニーと仲良くて。まあ、そうですね。はい。クーニーのペットみたいな感じで、だからカズローもやっぱり出て、痛かったけどね、そら。急に戦力ダウンでしたから。クーニーとカズローが抜けて、同時に、試合数も増やそうぜ、っていうことで。はい、じゃあ、縁故で、俺の、そういや、人生で一番飛ばすやつ、なんか知らんけど、急に沢田がよぎって、俺の中で。そこで、すごいですよね、そこでね。なんで沢田さんっていう。なんともなく沢田がよぎる。沢田にしてね。まあ、いや、野球、たまに、もう月1ぐらいですかね、野球またせえへんと、いや、野球大数とか言って、はい、現れたら、体重40キロ増えてた。めっちゃすごいがたいできましたから、ペンさん。ガンガン言ってましたけど。でかかったけど、もはや巨大になったよ。そうなんですね。まさに兄貴が言う通り、雨降って地固まるで、クーニーさん、カズローさんが抜け、さあどうするとなった時に、やってきたメンバー、まずはモンスター澤田さん。うん、それは初めて来た時ですね。すごいスイングしてました。そして NTT 西日本でプレーしていた、ただの天才、タカ。そしてこの2人の他に守備猿淳、和山本、竹俣、さらには松本翔など加わったメンバーたちがチームをさらに強化し、北区一部を制覇、さらには添えががっちり掴んで、あっぱれ甲子園出場決定。まあね、クーニンとカズロ抜けたら痛かったけど、そこから結局クーニンカズロが抜けたところよりは、そういう時に組織ってどう頑張れるかな、まあ、例えば、あ、すげえ今うちの頑張ってくれた選手がまた抜けたとすれば、また、ね、はい、社会人やから抜けていくこともあるやし、怪我だったりあるかもしれん。でその時に、まあ、家庭環境の子供ができて来れなくなりましたとかもあるかもしれん。その時こそこう野球に限らず組織を問われるよね。そこで押していくのか、ここは逆に言って抜けたってことは
埋め合わせをしたりとか新しい何か考えを持ってくる、じゃあ抜けた時にどういうチームにしていこうか、再編成する時にどんな編成手が今欲しそうなのか、はい、だけど野球チーム育成球チームやったら抜けないよりは A に同じメンバーで、そのメンバーをこう成長を一緒にやっていくのがメインなんだけど、だから抜けて変なし編成をし直すっていうプロみたいな、そういうことは一切ないけど、抜けてしまった時にどうするかっていうのは、あの腕問われるよね、編成するのは。まあそうですね、人脈も含めて、もうその出会いの運も含めて、すべて含めて、はい、チーム方針を変えることも含めて、もう本当にこう総合的な能力を問われるっていう、それ偶然性も含めて、人生こんだけあったから俺らがこんなやつに声かけれるわけやんか。確かに、花なかったら人気ないですからね。抜けたやつがこういうことやりたいと思ってくれるかもし、歩んできた野球人生の中で、じゃあそれがあるから人脈があるわけやん。はい、なら声かけるところがあったりとかするっていう。だからもう逆に言ったらそういう時こそ野球人生ごと問われるかもしれへんね。まあそうですね。そういう気のために積み重ねてるということやね、人間って。というわけで、あっぱれの歴史を振り返ったら、兄貴の組織作り論を聞くことができました。そろそろ野球できるかな。特産 TV 実は本を出してます。動画とリンクするシステムを採用、音声と文字のダブルで説明されてます。ピッチング、バッティング、ディフェンスの3本立て。読むとバッターは際どい球がボールに、ピッチャーは際どい球がストライクになる率が上がります。